鎌倉に来ました。スタバがおしゃれで、はい、ピアノ講師ゆきです。今回は家族3人で鎌倉に行ってきました。この日はクライバンコンクールのファイナル中日ですね。6月の17日ということで、いつもこのチャンネルではピアノに関する情報を更新しているんですけれども、ちょっと今回はですね、たまにはこういうのもと思いまして、ビデオブログでお届けします。まずお昼ご飯に行ったのはガーデンハウス鎌倉です。妻が調べてくれたんですが、美味しくて有名なイタリアンということです。11時半頃に行ったんですけれども、結構もう人が並んでいて、30分ぐらい待ちましたかね。メニューはこんな感じです。ちなみに今回テラス席に案内されました。まず届いたのは季節のスープ、枝豆の冷製スープということで、美味しかったですね。息子が博多みきをガジガジしていますが、次に届いたのがスパイシーチキンと夏野菜のソーススパゲティということで、チーズがめちゃくちゃ乗ってます。ナスなどの野菜も新鮮で美味しかったです。こちらは鎌倉ソーセージ、名物は厚切りハムステーキの方なのですが、そちらはかなりボリュームがありそうだったのでこちらにしました。といってもこっちもかなりボリューミーでしたけどね、美味しかったです。こちらは鎌倉駅西口です。反対の東口に比べると人通りは少ないですね。乗り入れ路線は JR の横須賀線湘南新宿ライン、そして江ノ島電鉄、いわゆる江ノ電ですね。こちらの通路から東口に抜けることができます。さすが観光地で東口は結構人多かったですね。はい、東口の入り口です。この日は平日ということで、結構遠足ですとか修学旅行の団体さんっていうのが目につきました。はい、歩いています。東口から鎌倉の定番小町通りに向かいます。あ、そうだね、あとサブレ、鎌倉土産の定番。はい、ということでこちらが小町通りの入り口です。まあ、いわゆる食べ歩きグルメのスポットですね。以前に妻と来たのは約2年半前、2019年の秋です。当時はまだ結婚していなくて、そしてコロナの前でもありましたね。まあコロナの最初の年とかはこの辺りもお客さんが来ず大変だったと思いますが、今は人通りもだいぶ戻ってるという感じですかね。本当にいろいろな食べ物が売っています。スイーツとかお土産のお店もあって、左右にずらーっと並んでるような感じですね。2年前に比べてお店は結構入れ替わってると思いました。新しめなお店も多いです。ちなみに2年前に行ったイタリアンのお店は残念ながらコロナの影響により閉業となってしまっていました。これ氷が溶けてからじゃないと混ぜられないっていうって言われた。言われたの？ちょっと氷が溶けてからじゃないと混ぜられないですね。こちらメルシーカフェドフルールさんのお店でジンジャーレモネードを購入しました。ちょっとこの日暑かったので。ちなみにこのお店のおすすめはプリンソフトクリームのようです。アジサイが見頃ということで、こちらの明月院さんに来ました。ベビーカーが難しかったので息子を抱っこしております。木漏れ日がすごい綺麗ですね。ネットでは16時閉館とあって、入ったのは15時半過ぎでちょっと心配したんですけれども、どうやらこの日は16時半まで入館できたようです。この明月院は別名アジサイ寺ということで、皆さんアジサイを見に来ています。繁忙期なので普段よりも長く開けてるんでしょうね。いや、すごく紫陽花が綺麗でした。色鮮やかですね。
息子はアジサイや葉っぱに興味津々のようです。手をよく伸ばしてますね。明月院の本堂にたどり着きました。ここの右側のとある庭園が見れるスポットがあるんですけれど、そちら目当てで来ている方がこのようにすごい列をなして多かったですね。これですね、この丸い中に裏庭がこう映っている様子、これがインスタ映えするということで、皆さん写真を撮りに来ているということですね。後ろにはこのように枯山水の鮮やかな庭園がありました。美味しい、それ美味しいな。おもちゃじゃないんですけど、それね、おもちゃじゃない。ちょっと濡れてる、最前列で写真を撮るために列に並んでいます。息子はこの間ずっとリュックの留め具と紐に夢中になっていました。最近は下の歯が生えてきて、どうもムズムズすることもあって、何でも口に入れてしまいます。はい、最前列の方まで来ました。いや、いいですね。というか向こう側にも結構人がいますね。息子と一緒に写ってみました。顔がちょっと白飛びしてますね。この時も息子はリュックの紐に夢中です。帰りの道も左右にアジサイ、すごく綺麗でした。はい、ということで今回は家族3人で鎌倉に行った時の様子を Vlog 風にまとめました。普段はこのチャンネルではピアノに関する情報を投稿しておりますので、もしよければ下のボタンからチャンネル登録よろしくお願いします。またいつもご覧になっている方々、本当にありがとうございます。今回は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。